か。なんでかギフトも全部出てなくて、庄司さんのクマタワーも見えないんですけど、ごめんなさい、教えてください皆さん、もしどなたかがくださったら。フォローさせていただきました、ありがとうございます。11日までイベントをしておりまして、あと2日なんですけど、1位を目指しておりますので、ぜひ来てください。配信この回は自己申告、まあ、自己申告じゃなくても周りの方が教えてくださったらありがたい。いつからギフト見えなくなった、わかんない。でもタワーが見えなくなったのはさっきの配信から、なんでだろう。こんばんは、ありがとうギフト。ギフトはね、10連すると 1.2 倍になるので、ポン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 って押すのがね、実はちょっと得をする投げ方なんですよ。携帯どうしちゃったんだろうね。えもうなんか携帯の問題じゃない気もしてきた、分からんけど。そんな携帯がさ、ちょっと悪くなっちゃってさ、特定っていうか見えるやつと見えないやつが出てくることあるのかな、ギフトで。なんで見えなくなったんだろう。ありがとうございます。カズくんさんがクマタワー、カズくんさん、クマタワーありがとうございます。クマ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 、ありがとう。カズくんさん見えないなんで、でも感じました。カズくんさん、他端末で見ながらやった方がいいかな。自分の配信他端末で見ながら配信した方がいいのかな。なんで見えないんだろう。すごく、だって再起動もしたんや。700日ありがとう。そうなんです。でもありがとうございます、本当に皆さん。で見えるね、ギフトは見えとんよ。今もタコをたくさんくださったりとか、そういうのはね見えるんじゃけど、そう、なんでなんやろ。やぶこもふーちゃんも、ふーちゃんも見えない。しゅんさんがタコタワー、しゅんさんタコタワーありがとうございます。タコタコありがとう、しゅんさん、しゅん、しゅんさんありがとうございます。タコタワージムからパワー送りました、強そう。 ST のライブなんだか見に行ったけど、めちゃくちゃ最高っす、また見たい。今ちょうどストーチ、私たち1期生ドラフト3期生は山口はもうねあれなんですけど、山口、香川、兵庫でサングラステイズというねツアーさせていただきますので、ぜひ見に来てください。きっと楽しんでもらえると思う。ショールームさんにわび石でレインボースターもらおう。本当に本当にダメだよ見えるギフトと見えないギフトあるの、今特に申し訳ない。ありがとう。でも周りの皆さんも優しいので、皆さんがすごく教えてくださるからわかるけど、向こうにも入る。今日も星投げで道を温泉応援完了しました、ありがとう。
ふーちゃんも不具合があるの？あのショールーム。いや私の携帯を一番今見てほしい、お医者さんに携帯のお医者さん。104万3、すごい、ありがとうございます。なんでじゃろ、ありがとう皆さん。なんでクマでもシューンさんのね、あのタコは見えたんですよ。6個、60個、いや50個、70個、ごめん分からんかった。あ、クマ1個は見えるかも。あー分からん。ほのたん来た。ほのたん、ほんとだ、頑張ってね。ありがとうお寿司、ありがとうお寿司。ほのたん、みんなで頑張るよ。こっち側も何もギフトが見えない、飛んではいるけど。本当に？なかなか配信見に来れなくてごめん。全然、ありがとうコメントしてくれて。皆さんコメントギフトカウント星投げありがとうございます。あと2個、また忘れた、今日も持ってくるの。本当じゃん何がもらえるんかもわからんけど、そうほのたんになんか道にあげたいものがあってみたいな言って言われて、で ありがとうって言って、そうそうそう。でもそっからもう 3,4 回会ってるけどまだ笑ってなかった。全然いいんですよ、ありがとうございます。何かも分かってないからまだ私。みちゃん頑張って、ありがとう。あ、そらはちゃんに言うの忘れた、ミルキーの、ミルキーのプロテイン。そうそう、ありがとうございます、ありがとう。そう、皆さん今日はなんと奇跡的に700日連続記念配信なんです。最後まで頑張ろうな、ありがとう。差がめちゃくちゃ縮まってる。そうなんですよ、で明日明後日のね定型文自分で700日過ごって入れてるのくさ、だって皆さんが言いたいかなって思ったからね。歌うつとのさ言いたいことがあったらさポンで終わるけん最高じゃないですか。みんなでお会いしようって思って、明日明後日のあの配信予定どうしようって思ってて、あのお話し会の最中もあのさせていただけることにはなってるんですけど、本当の最中は換気とかもあったりするので15分じゃない30分ぐらい空いてるのかな、部と部の間が空いてるところもあって、じゃあそこを使おう、なんか使おうかなって思うけど、なんかねもし押したりしたらまた配信がズレズレになっちゃうかもしれないの。皆さん1位です、すごい、ありがとうございます、ありがとう皆さん、1位おめでとうございます、ありがとうございます。でももう僅差僅差なので、話し会垂れ流してたら絶対もらう3時間で終わっちゃう。ニノさんレインボースタータワーありがとう、ニノさんレインボースタータワーありがとう、皆さん1位ありがとう。
やでも今日の夜、今日の夜、今日一日を終えるまであとね一枠あるので、私の方が配信時間も短いし、どうなるのか分かりませんので、おめでとう、ありがとう、1位になった皆さんのおかげです、ありがとう皆さん。ミルレンさんのソロコン、あーミルコン、ニノさん、ニノ、ニノさんありがとう。今日はタイムテーブルのパワーが高かった、やっぱりすごかったんだ、ありがとうございます、考えてくださった方、すごくすごいな、やっぱりプロフェッショナルは。 SKE ファンですがイベント頑張ってるみたいだから星投げ協力させてもらいます、ありがとうございます。あと2日なんですよ、明日明後日、明後日で、明後日の7時59分で終わるので、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。ギフト投げてる方が少しでも楽になるとなるようにということですね。うん、ナイス、かわいい、ありがとう。ちゃんと計算すれば星の数増える、ほんと。そうだから、そのさ、ズレズレにならない方がいいじゃないですか、あのだからさ、その一か八かのさ時間にさ、ま、入れた方がなんかね、星とかも塗りやすかったりするのかもしれないけど。ジェイポングさん、タコタワ、ジェイポングさん、タコタワありがとうございます、ありがとう。ジェイポングさん Thank you。どれぐらい攻めるのか安定でいくのかというジレンマ。そう、しかもね、ジェイポングさんありがとう。明日がさ、違った、明日が初めてなので、その皆さんとお会いしてやるお話し会が、だからまだね誰も要領がつかめてないというか、そうそう、どんな感じになるのかわかんないから、めっちゃ押すかもしれないし、もうめっちゃぴったり時間で終わるかもしれないから、っていうのがあって、だから5時から配信しますね。でも明日は5時、6時、7時、できる時間をさ言ってさ、言ったらさ、また考えてくださいますかって思ったけど、自分で考えた方がいいよね絶対。あのなんて言ったらいいの、責任的にというか5時6時7時あと10時半から11時半もできるし、18時、明日のお話し会よろしくね、あ、よろしくお願いします。もう明日の会えるお話し会が楽しみで、楽しみなんです、めっちゃワクワクする、なんか生の皆さんなんだって思って。まあ公演とかはねさせていただいてるから、なんて言ったらいいんですか、生を味わったというかね、もうね会ってはいるんですけど、話すのはさ久しぶりやから。朝は今日と同じ感じでも、あのね8時台はできないんですけど、その場合はどうしたらいいですか。7時半までできるかな、明日の朝5時から。明日の朝は5時から7時半と
10時半から11時半と夜もね10時台ぐらいからしかできなくて、あと18時ぐらい、17時45分だったかな、17時45分から18時、ちょっとまた3時間使えるか微妙、まあ、夜できる時間をツイートしてもらえば、ツイートします、ありがとう。こんばんは、こんばんは、初見さん。私は今イベントに参加しておりまして、11日までのイベントなんですけど、あと明日明後日でね終わるんですけど、1位を目指しておりますので、ぜひあの応援してくださると嬉しいです。また来てください、ぜひ。もう終わっちゃうから、この配信フォローしてください。あとは11時40分から今日ラストの配信をします。うん、それでは壇上読みます。13位ひろしげさん、12位マイミスさん、11位カニスティックさん、10位ジャストミタさん、9位サビアンさん、8位ハギマイさん、7位シャンくんさん、6位セリアさん、5位ニノさん、4位ショウジさん、3位カズくんさん、ミチのボディーガードになりたい、ありがとう、にしゅんさん、そして1位はドルルルちゃん、ジェイポング台湾さんでした。ジェイポング台湾さん、タコタワーだったの、ありがとうございます。ごめんなさい、なんか私の目でギフトが見えなくて。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルちゃん、たっくんさんでした、ありがとう。携帯が熱いけんかもしれんけん、冷蔵庫入れます。それではまた後で、ありがとうございました。だねー、ありがとう。